はいこんにちはナス広ガーデンの高木ですえっ、ー、とね今日もねバラの話をしていきたいと思うんですけどもえっ、ー、と9月9月の最終週にですね今年の9月は暑かったですね暑い9月です暑い9月ですがえっ、ー、とまずねちょっとえっ、ー、とまたあの広ガーデンの店舗の方をねえっ、ー、とご紹介させていただけたらなと今日は思ってますで店舗の方と言いつつ今来ているのは広ガーデンのバラの補助補助の方ですえっ、ー、と夏剪定をして 広金の場合、大体今1ヶ月ぐらい経ってますんで、えー、と1ヶ月ぐらい経って、まあ、新しいこの秋の新芽が伸びてきたところですね、大体ここからまあ,あと2、3週間ぐらいで咲いてくれるかなと思っております。見頃はね、10月の中下旬ぐらいを目標に、ね、してますんで、えー、ぜひね、見に来ていただけたらなと思っております。 えとこんな感じですね、今年はまあまあ順調かなと思っているんですけども、えー、と引き続きっ、ねえー、とまあ今年でいうと、割りと蛾の幼虫の類がすごく多いかなと思って、蛾、まあ、もいっぱい飛んでるし、気をつけてほしいなと思っております。あとははね9月はねどうしても えと黒星病が出てきちゃう時期なので、雨もね、なんか、夏の,、まあの場合は本当にあの雨が多い地域なので、えー、夜雨降って、日中は暑いみたいなことはね、多いんでね、えーと、黒星病もね、出てきやすい時期に入ってますんで、えー、と私が補助で気をつけてるのは、黒星病発生したら、えーと、発生した葉っぱはすぐに取っちゃうようにして、あちょうどあるからやりますか。<laughs> 今ねあのやっぱりね、9月はその黒星病が出やすい時期なので、同時でもも、ね、出てきちゃう品種は出てきちゃうんですよね。で、まあ、お恥ずかしいとこお見せしますが、例えばまあ今ね、えっ、ー、と京成バラ園さんとシノブレードなんかちょっと黒星病が出てたら、私がいつも気をつけているのは、えーとそのまあ、出てきたら気付いたタイミングですぐね、その葉っぱを取っちゃう、その株から遠ざける、その黒星病の葉っぱをその株から遠ざけるし、まあ、その補助からも遠ざけるっていう意味では、 取取取っっっててててしてます気づいたタイミングで取るで大事なのはこのタイミングで大事なのは結局その、えー、と新芽新芽ですね今から出てくる新芽に黒干し芽をつけさせないことなので、えー、と今まで頑張ってくれた葉っぱが多少黒干し芽になったとしたら取って取ってきれいにしちゃうようにしましょう。 こうやって出てきてしまったらですねシノブレードは非常に綺麗な紫の丸弁の紫とか藤色の、ね、丸弁のね人気のあって中高で香りもあってですね人気のバラなんですけどやっぱりちょっと黒星出やすい品種なのかなうんタイプでいうと2か3ぐらいなのかなと思うんですけど、えー、とこうやってね えと出てきちゃったら出てきたぞって気づいたタイミングで綺麗に取っちゃう。で残った葉っぱに、えー、と定期的に、えー、薬をまいてねもらうようにねすると、まあ、いいと思います。まあ、予防的にも治療的にもあのサルバトーレ使ってもらえればサルバトーレとかフローラガード使っていただければ、えー、このね 新しい新芽の部分に黒星病がいかないようにとっていってもらえたらなと思いますそうするとね下の方が多少葉っぱが落ちたとしても、まあ、この時期まで頑張ってくれた葉っぱなのであとは上の方で、ね、新芽がこう展開してくれば、えー、と秋きれいに咲いてくれると思いますんでこの時期はその自分のお庭からこう黒星病をできるだけ広げない広げないためには気づいたタイミングで葉っぱを取りつつ薬剤散布もするっていうのが大事かなと思います。 あとは、えーとまあ、定期的な薬剤散布と水やりですね水やりもまあ大体あの夏場と違ってそろそろ1日1回になってきましたで追肥は、えー、9月の頭に1回やってますんで次はまあ10月にやって、まあ、1ヶ月に1回の肥料でしたら9月に1回やって10月に1回やって終わりかなと思っておりますこんな感じでねえっ、ー、と芽吹いてきてますね だいたい今9月の中下旬にまあこれぐらいだと10月の中頃にはナスはねどうしてもあの11月に咲かせようと思うと11月だとなかなか寒くて咲きにくくなってしまうのでちょっと早い早いのはつぼみがつき始めてもう咲いてますねとあとそう今一瞬写ったのわかりました花むぐりがあよっ、えー、コガネムシの仲間の写るかな 映ったら飛んでっちゃうけどいいかな。はい、よ。ほ、あ、飛んでっちゃった。映りました。はい。はい。コガネムシの仲間なんだけど、あんまりこの光沢のないちっちゃいやつ。これね、あの。えっ、ー、と、まあ、那須だけじゃないと思うんですけど。栃木県北とか。福島県南では多く見られる花巡り。っていう。 えとコガネムシの一番の違いは花むぐりの幼虫は根っこ食べないので害虫扱いはされにくいんですけどバラに関して言うとこの花の中に潜って悪さするので花がすごく汚れるんです。なので秋にあ、ここいっぱいここいっぱい秋に鑑賞価値の高いバラをきれいに咲かせようと思うと非常に厄介な子たちです。なかなかねえーと 薬をまいても予防できないので毎朝毎朝追っ払うように気をつけてますまあ薬も巻きつつなんですけど毎朝追っ払うようにして、まあ、あの花をね綺麗に咲かせようと思ってますが白系とか黄色系とか薄いアプリコット系とかの色が特に好きですこれはあのミニバラですごく大病性の高いグリーンアイスっていう品種ですあの小さな えとバラ専門店じゃないお花屋さんでもレジ横なんかでポット苗でね植わってあの販売しているお店が多いかなという品種なんですけどこれが実はすごく耐病性高くて育てやすいので、まあ、ミニバラやってみようかなバラやってみようかなって思う人が最初にねご購入いただいて育てやすかったからバラ始めるよって時にはいいミニバラかなと思います。 こんな感じでえっ、ー、と広がガの場合はえっ、ー、と広がガの補助でいうと木立のバラと木、まあ、立仕立てにするシュラブのバラがこちらに並んでてこっち側側はあれですね、えー、と長尺苗が置いてある状態です。長尺苗もねえっ、ー、とまあつるバラあのそう9月は実はえっ、ー、とまあ大きく育ってるバラを植え付けするのには すすごくいい時期ですなかなか9月ってお花咲いてないんでお花屋さん行ってバラ買おうかなって皆さんなりにくいと思うんですけど今だんだんねようやく今年の暑い夏も終わって涼しくなってきたところじゃないですか。あのわ分かんないですけどヤン、ね、はだんだん下がってきてる、まあ、日中はねまだちょっと暑いですけどヤンはだんだん下がってバラにとっては快適な温度になってきたタイミングで、えー、と育ってるバラを地に下ろしてあげると。 今年の間にしっかりあと9月10月11月で今年の間にしっかり根っこを下ろしてその環境に馴染んで冬を迎えるので、えっと、ある程度大きく育っているバラにとっては9月っていうのはすごく植え時で、まあ、長尺代とかね本当にこの時期に植えて頂い,いて、まあ、10月でも、まあ、できるだけあったかいまだあのくまだその冬までに時間がある時に早めに植えて頂い,いてその環境で馴染んで、まあ、場合によっては、まあ、その環境で、まあ、シュートとか出てでそれを 今度の冬に誘引するですると来年の春楽しめますんで9月は実はまあ長尺苗もそうだし鉢腹もそうだし地植えするのにもあと植え替えするのにもすごくそのいい時期ですそのバラが成長する時期なのでこの時期に環境になじませてるバラ特にそうですねあの今年の秋のうちに植えといて、えー、今年の冬に誘引すれば来年の春にはその誘引したところでしっかり咲いてくれるんですけどこれを まあ冬に,買っ,て冬にまあ買ってすぐ植えて誘引しても全然間に合うんですけどえと今買うとまだその,その環境に馴染んでその環境で根っこを下ろしてくれるからその環境での寒さに耐えやすい体を作って冬を迎えることができるのでえと実はもうその9月とか10月の上旬とか今からのシーズンえーとまあできるだけ冬まで時間がある時っていうのは地に下ろしてあげるのにはすごくおすすめな時期です。ので ぜひあのバラ屋さんに見に見行ってみてみくださいはい、えっと、というわけで、えっと、補助を見てもらったんですけどもお店の方もね、えっと、ヒロガーデン実は今年で20周年でございます20周年でございますあとハイポネクスさんのねバラの資材シリーズも20周年ということでね、えっと、同じ同じ20年目を迎えたんですけどもヒロガーデンは、えっと、実は10年ごとに壁の塗り替えをしてまして、えっと、ピンクドピンク基調だったのを今年から、えっと、ブルー系に 色を変えておりますので、えー、と秋見に来ていただいたらこのブルーのお店が目印でございますのでぜひご来店くださいじゃあ、えー、といつもの撮影している音室の方ですねバラの音室の方に来、えー、ましたでバラの音室の方はっていうとですね、えー、とこんな感じですねはい、えー、とバラの音室はね、えー、とこんな感じで えと新苗、今年の春に新苗だった苗子たちをまあ引き続き管理しているところで、鶴つ鶴仕立てになるものは長尺にしています。で、えー、とずっと、まあ、鶴茸があって、小、まあ、立ちのものですね、えー、と新苗でも小立ちのものは今、7寸に鉢上げして、少し短く切り詰めているところです。あの こんなに針叶短く切るのって言われるんですけど、ご自宅で買った針叶であればこんなに短く切る必要はないです。葉っぱできるだけ残して枝を育ててください。苗物として見た場合、苗でねあの株を育てるっていう目的であればこんなに切る必要は全然なくて、もっとえっ、ー、と、えー、性が高いところで軽く切ってあげるぐらいでいいんですけど、まあ えっとまあ広がりの場合はどうしても、まあ、商品として、まあ、開花鉢としての完成形を目指すと少し、ね、短く切って皆さんにこう見栄えがよくて持って帰りやすいサイズでね持って帰ってもらうということで少し短く切ってますがもう少し、ね、こう背が高い状態で、えー、その夏剪定て、ね、いしてもらって全然 OK です。はいというわけで、えー、と今日はその9月の、ね、今末です、ね、9月の末、えー、とバラ屋さん、えー、と園芸店がどうなっているのってお話ししてね 今気をつけていることとかお話しさせていただいてあととちょっとねお店の方散歩させていただいてねまたご紹介させていただきました。最後にね、えっと、広川店の方なんですけど、まあ、20周年ということもあって温、えっと、室の方床、お気づきですかコンクリートに変わってます。<laughs> ちょっとね今まで、えっと、長いことを防草シート貼ってねねそうすると、ね、お客さんあり,ありがたいことにねいっぱい歩いていただいて、えっと、人が歩くところほどボコボコになって水たまりになってしまって歩きにくいっていうのがあったんでちょっとね えと一大決心して、えー、コンクリート張ってみたんでこの秋からはよりお買い物しやすくなってると思いますのでぜひね10月広ガーデンの方にもねいっぱいあのお近くにいっぱいバラ専門店あるとは思うんですけども那須、えー、の広ガーデンの方もねぜひねご来店ご検討していただけたらなと思っておりますのでどうぞよろしくお願いします。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。